2000年3月16日、デス番号142、梅しそ巻。兄と、私と、小学校学年から中学の頃、真夜中も真夜中、深夜2時頃、毎晩酔っ払っての父ご帰還。接待だかなんだか知らないけれど、その頃需要は絶好調だった。おいおきのお寿司だぞ。毎晩決まってお土産の売り。中身は、梅しそ巻だけの売り。その梅はコリコリカリカリで刻んであって、あんな梅にはお目にかかれないな。こっちは寝てるのに起こされ、毎晩同じ折りなんで、適当に食べたり食べなかったり。いい加減にしてよ、とありがたみもなかった。ある遠足の日、お弁当箱開けたら梅しそ巻が入っていたりして。随分羽振りよくやってきた父だけど、お決まりの没落して、最後の最後は都会のアパートで、一人で行っちゃった。今でも梅しそ巻食べると、これは本物の梅しそ巻じゃない。梅はカリカリした刻んだものでないと、などと思っています。兄もそう言うそうです。2000年3月16日、デス番号146、美味しいご飯。ねえ、悲しい時でも辛い時でも、やっぱりご飯って食べるよね。でないと生きていけないものね。私は先週、とてもとても辛いことがありました。しばらくは何も食べれなかった。でも、今日はちゃんと3食食べてた。だって、私の気持ちとは関係なく、お腹がすくんだもの。なぜかおかしかった。今はとても言えないけど、いつかみんなのように、思い出として辛かった気持ちを文章にできたらいいな。美味しいご飯を食べたいな。2000年3月17日、デス番号147、おぼろ豆腐。ここを読んでいると、涙が流れてしょうがありません。食べ物って一番身近なもんだから、みんな、いろんな思い出があると思います。じゃあ、俺も一つ。父が自分で作った、前の晩から水に浸していた大豆をミキサーにかけて煮ました。それを煮て、みんなで麺の布でこしました。それから、わざわざ沖の海から汲んできた海水を入れると、おぼろ豆腐になりました。それに塩をかけて、みんなで食べたのを覚えています。父はもういませんが、美味しいものを子供に食べさせようとしていたんだと思います。感謝です。2000年3月17日、デス番号148、実家からの大量野菜。親元を離れてしみじみ思ったこと。親はいつも子供を心配していて、あらゆることに、直接首を突っ込んでは来ない代わりの、間接的な心配、愛情表現として、一番多いのは食事のことでしょう。大人の年齢になった自分が、大学で遠く離れた地域にいる妹に宅配便として送るものが、そこいらのコンビニで買えるような食べ物類ばかり。親と同じ行動をしていた。そういう私も親に食べ物をよく送ってもらうんですが、一人暮らしの私に、かぼちゃ7個、キャベツ3個、白菜2個、大根2本はちょっと食えんわ、おかん。腐らしたら捨てればいい。っておっしゃるけどね、せっかく送ってくれたあなたの気持ち、を捨てる気がして、捨てれないのよねー。だから、送ってくれたその日から当分、3食白菜食ってる時あるよ。しかし、素晴らしい、素晴らしい、このスレッド。日々の生活で汚れがちな心の選択ができるよ。ずっと残っててね、ここ。2000年3月17日、デス番号154、実家からの大量食材。その気持ち、すごくわかります。一人暮らしを始めてもう4年。今でも、たまに実家から荷物が届く。みかんの絵の段ボール箱の中身は、おせんべい、チャーハンの素、レトルトカレー、豚肉こま切れ3パック、リンゴ1袋などなど。荷物が届いたのを見計らったように、実家から電話が。ごめんね、なんか取り留めのないものを送っちゃって。と謝る母。あんなに肉食べきれないよ。とか、レトルトカレーならいっぱいあるのに。とか強がってみる。すると母は必ず、取り繕うような口調で。冷凍しとけば。いっぱいあっても困らない。とか言い訳を始める。でも、取り留めないものでも、送ってくれた気持ち、が嬉しい。ありがとう、なかなか言えないけど、今度、行ってみるか。食事の話じゃないですね、すみません。2000年3月17日、デス番号150、お好み焼き。小さい頃、お父さんが、日曜夜はお好み焼きを焼いてくれた。すごく張り切って。結構、たくさん食べや。って言って、焼き方、材料、鉄板にまでこだわって、美味しいもの私に食べさせたかったんだろうな。それなのに、お父さんはちゃんと育てられてないんや。悪いけど、両親から下品に育てられてるんちゃうの？なんて、食べ方の些細なことで言ってしまった。悲しそうな顔してたお父さん。戦争中、疎開先に親が迎えに来てくれなくて、一人ですごく遠いとこから歩いて帰ってきた話も知ってる。いいもん食べさせてもらえなくて、体小さくていじめられたから、娘にだけは、小さい頃から美味しいもの食べさせようとしてくれてた。あんなことどうして言ってしまったんだろ。自分が許せない。ごめんなさいって言いたかった。もう遅い。号泣。俺も親父の作ってくれた焦げた卵焼き、まずいなんて言わなきゃよかった。食えばよかった。
今親になって、あの時の親父の気持ちわかるようになった。泣ける。普段かまってやれない分反省して、張り切りすぎて、娘にカウンターを食らう父親の悲哀がよく伝わってきます。2000年3月17日、レス番号151、黄金雨。昔、自分が小学校を卒業した後に、自宅を新築することになり、少し離れた場所の借家に移り住んだ。その頃によく舐めていた黄金飴という飴を食べると、その頃の思い出が蘇ってきます。中学校の入学式の次の日は休みだ。と母に言われて休んだら、母の勘違いだったらしく、担任から電話がかかってきてびっくりしたこと。冷暖房がなくて辛かったこと。仕切りがなくてストレスが溜まったこと。一人エッチがやりにくかった。ゴキブリが出て怖かったこと。母方の祖母と父親が喧嘩して、父親が自分の両親の家に行ってしまい、何ヶ月か別居していたことなどなど。そして、半年以上が経過して、無事家は完成し、家族は新しい家に引っ越しした。その後その借家は取り壊されて、駐車場になった。高校生の頃に同じ黄金飴を食べてみたらば、中学に入りたての思い出がぶわーって広がってきて、とても切なくなりました。ここいいね。2ちゃん歴半年くらいだけど、こんなにいいスレッドは初めて見たよ。2000年3月17日、レス番号156、インスタントラーメン。お腹空いた、でも何もないや、と思った瞬間に思い出すのが、おかんが送ってくれたインスタントラーメン。普段、インスタントなんて食べると体壊すよ。って言ってるのに、なぜか送ってくる荷物の中には必ず入ってる。きっと、自分の物臭な性格を見抜いてるんだろう。茹でただけのラーメン、具もないラーメン。だけど、送ってくれたおかんの顔を思い出すと、美味しく食べられるんだから不思議なもんだ。母の日には、美味しいもんでもこっちから送ってあげたいな、と思う。なんて仕事効率を落とすスレッドなんだ。少しずつ読まないと大泣きしてしまう。2ちゃんを見てる時点でもうダメだが、俺の仕事はどうでもよい。続けてくれ、感動を。2000年3月17日、レス番号158、手作りマヨネーズ。子供の時に両親が別居していて、私たち姉妹は母と一緒に暮らしていたのですが、別居して2年目に、父が東京から私たちに会いに来てくれたのです。3日ほどですが一緒に過ごすことができました。父は、その時の夕食のためにマヨネーズを作ってくれました。私と姉も手伝って、妙にはしゃいだのを覚えています。とってもたくさんのマヨネーズができました。その味はなんとなくしか覚えていないけれど、手作りマヨネーズと聞くと今でも胸がじんじんしびれます。あれから両親が離婚して、17年も、ずっと連絡取れずにいるのですが、とにかくそれから私はマヨラーです。下手な分ですいません。お父さんと連絡、いつか取れるといいですね。私も両親が離婚してお父さんと連絡取れない状況ですが、きっとお父さんもそのマヨネーズの味、思い出すことあるんじゃないかな。親しくなりたい人を食事に誘うわけが分かった気がする。2000年3月18日、レス番号164、ご飯ですよ。いつも田舎のおばあちゃんは、仏壇に毎朝炊きたてのご飯を備えるのが日課でした。夕食にはいつも、その日の朝に備えたご飯を食べていたそうです。僕が物心ついた頃には、カチカチのご飯を食べるのが辛い年になってしまい、お茶漬けにして、ご飯ですよを混ぜて食べていたのを覚えています。そんなおばあちゃんが、5年ほど前に事故で死んじゃいました。買い物の帰りだったらしく、買い物のビニール袋の中に、傷だらけのご飯ですよが入っていました。お葬式も終わって、家族みんなでそのご飯ですよでお茶漬けを食べました。涙がいっぱい、いっぱい出ました。2000年3月18日、レス番号165、イチジクのジャム。小学校の卒業記念に、両親はイチジクの苗を買って、植えてくれました。父と二人で成長するのを楽しみに、よく木を眺めたものです。それなのに、いざみがなって父がジャムを作ってくれると、そのジャムがなんだか汚いような気がしたんです。鳥がつついたかもしれないし、虫だって食べたかもしれない。それに父は、ジャムなんか作ったことはないはず、そういったくだらないことが理由でした。結局私はほとんど食べませんでしたが、そのうちに引っ越しが決まって、木は切られてしまいました。今なら無農薬手作りジャムの良さもわかるし、木を大事にしていた親の気持ちもわかる。2000年3月18日、レス番号166、生麩。彼の家に初めて遊びに行った時のこと。私の大好物の生麩を、彼のお母さんが出してくれたので、ちょっと感激しながら一口食べたら、生麩の中に髪の毛が入ってた。うわっと思ったんだけど、そんなこと言ったら、わざわざ京都まで買い出しに行ってくれたお母さんに申し訳ないし、ここは根性の見せどころだ、と涙ぐみながらにっこり残さず食べた。その後彼とは結婚しましたが、お母さんは未だに、あんなに感激してくれて、私も涙出ちゃったのよ、と言ってくれる優しい人です。2000年3月18日、
レス番号167、スイカジュース。まだ、私が高校生だった頃、父の田舎に帰った時に、おじいちゃんがスイカジュースを作ってくれた。おじいちゃんはボケてて、ミキサーにスイカの皮まで入れて、茶色いスイカジュースが出来上がってしまった。それを私に、飲め飲め、と勧めた。おばあちゃんも、両親も、そんなもの飲まなくていいよ、と言ったが、私のために畑で重いスイカを取ってきて、一生懸命作ってくれたおじいちゃんに申し訳なくて、一気に飲み干した。うまいか？うまいか？と何度も聞くおじいちゃんに、うん、美味しかったよ、と何度も嘘をついた。数年後、ガンで亡くなったおじいちゃんのお通夜に出席した。いやー、成仏してくれてせいせいしたわ、と、どんちゃん騒ぎする親族を尻目に、私は一晩中おじいちゃんのそばで、スイカジュース、本当に美味しかったよ、と言い続けた。あの青臭い、苦いスイカジュース、今でも味を覚えてます。2000年3月18日、レス番号168、お好み焼き。それは、おばがホスピスに移る少し前のこと。おばは、乳がんが再発して肺に転移し、余命数ヶ月と言われていました。遠くの大学に通っていた私は、帰省した時におばを見舞いに行きました。おばはこの時すでに告知を受け、病院を離れ、実家に戻っていました。私が訪ねた時、おばは時々咳をしつつ、お好み焼きを作っていました。思い残すことがないように、食べたいものを食べておくのだ、と。〇〇くんもどう？私の分も作ってくれました。そのお好み焼きは本当に美味しかった。でも、あと数ヶ月でこの人はこの世からいなくなってしまうのだ。40代の若さで。そう思うと、悔しくて、悲しくて、胸が詰まってしまい、私はほんの数口しか食べられませんでした。どうしても食べられなかった。ごめん、さっき家で昼ご飯食べたから、と言い訳すると。そう？とおばは寂しそうに笑いました。結局、これが根性の別れになってしまいました。おばを忍び、時折お好み焼きに挑戦することがありますが、どうしてもあの味には到達できません。あの時自分も作るのを手伝ったのですが、無理をしても全部食べておくのだった、と、今でも悔やまれてなりません。2000年3月18日、レス番号169、サイコロステーキ。皆さんいいお話で、こんな朝から、電車の音を聞きながらちょっとうるうるです。私のはいい話じゃないけど、彼と付き合って、初めてお泊まりした次の日、近所のイトーヨーカ堂で二人でお買い物をして、なんだか肉が食べたい、という彼のために、ステーキを焼いてあげようと思いつきました。そう思って、浪人中のバイトとかで当時お金持ちだった彼は、結構いい肉をポンとカゴに入れて、アパートに帰り、私はご飯を作ってあげることにしました。何かステーキソースになるものぐらいあるだろうと思ってたけど、一人暮らしを始めたばかりの彼の部屋には何にもなくて、サイコロステーキを焼いて、そこにお醤油をジャーッとかけて、それを出しました。実家でよくやっていて、結構美味しいんですよ。強火でジャッと醤油をやるのがポイント。彼は、美味しい美味しい、って全部食べてくれて、どうやって作ったの？って言いました。お醤油だけって言ったらすごく感心してくれて、後になって言うには、この子がいい、って、その時に思ったそうです。今でも彼は、ああいうのが食べたい、と言いますし、よく作ってあげるのですが、なかなか思い出の味というものにはならず、違う、と文句を言われます。でも必ず、美味しかった、って残さず食べてくれる彼のことが、私は大好きです。実際私はステーキとかいわゆる洋食より、煮物を作ることが多く、彼も、私の鶏じゃが、ぶり大根なんかを食べることのが多いです。でも、お前が作る飯ばっかりで、他の煮物を食べるとなんか違うっていつも思う、って言ってくれて、なんか嬉しいようなくすぐったいような。昨日喧嘩して、あなたのそういうのが大嫌いって言っちゃったけど、本当は世界で一番好きです。ごめんね。2000年3月18日、レス番号170、ケーキ。付き合って初めての彼の誕生日に、ケーキを買おうと思い、二人だけだし、とチョコレートケーキの小さいのを買い、お祝いしました。そしたら彼が、これじゃやだ、と言い出し、喧嘩しました。彼が言うには、実家では、ケーキを買ってなんてお誕生日はやらずに大きくなったので、白くて、丸くて、イチゴがついてて、チョコのおめでとうプレートが置いてある、ろうそくの立った、ケーキが欲しかったそうです。子供だ。とりあえず次の日に、ご希望通りのものを買って無事にお祝いしたけど、ケーキ屋さんでいかにもバースデーケーキフルコースってのを頼んでおいて、ろうそくは何本に？って言われて、20本でってお願いするの、恥ずかしかったです。はぁ？ごめんね、20本くださいって。今でも、彼の分のケーキは必ず白いやつです。絶対です。2000年3月18日、レス番号171、ホットドッグ。
ギャンブル好きな父は、幼稚園に入ったばかりの僕の手を引き、翌日曜日に横浜桜木町の場外馬券売り場に足を運んだ。けれど、レースをするのはいつも途中まで。午後になると必ず桜木町の駅に戻り、当時あったミルクスタンドでホットドッグを買って、僕に与えた。ケチャップの甘辛い味と、柔らか歯応えが好きだった。口の周りをケチャップで赤くした僕の手を引きながら、いつも父の足は横浜港へ向かった。空飛ぶカモメと港を行き交う船を見ながら、港湾労働者だった自分の仕事の話をたくさんした。そして、いつも最後は、この港が大好きだ。この港を支えるような大人になれ。と僕の肩を掴んだ。あれから25年、期待にろくに応えられない息子で申し訳ない。ギャンブルも酒も好きで、小さいアパート暮らしだったけど、最後はマンションまできちんと買った。俺よりはるかにしっかりしてる。この間風呂上がりに見た父の足のすねが、筋肉悠々だった面影もなく、本当に細くなっていたのに驚いた。ごめん、これからもっと頑張るよ。このスレッド読んで、昼飯前に人泣き。私も準々しっぱなしです。良いスレッドですね。2000年3月18日、レス番号175、カップラーメン。10年ほど前、当時高校生だった T と俺とで山登りをした。登山と言えるほど本格的なものじゃないけど、テントを担いで行って一泊の予定。夜になり、晩飯にはお約束のカレーを作って食った。頂上まではあと少しだったし、荷物が重くなるのが嫌で、食料はあんまり持ってきてなかった。とっとと寝て朝早く出発しようぜ。夜中になって自分たちの甘さを思い知らされた。春だから軽装にしたが、その寒いこと寒いこと、とても寝てられない。腹も減ってくる。歯をガチガチ言わせながらお互い泣きそうになってたら、T がカップラーメンを2つ持ってきたのを思い出した。周りから急いで気を集めてきて、火をつけて、お湯を炊いて、カップラーメンを寒さに震えながら食った。そのうまいことうまいこと。白い息を吐きながら、本当にうまいなぁ。今世界中でカップラーメンを一番うまいと思って食ってんのは、間違いなく俺たち2人だけだなぁ、はは。ゲラゲラ笑いながら一気に食った。結局眠れずにいろんな話をしたけど、合間に、カップラーメンを一番うまいという俺たちだけどな。なんて冗談を言い合ったりした。ゲラゲラ笑いながら一晩中。本当にうまかったんだよ。卒業後の進路もバラバラであまり連絡もしなくなってた頃、T が、自ら命を絶ったことを聞いた。理由はわからないし聞きたくもなかった。葬式には出れなかったけど、T にはこう言ってやりたかった。バカ野郎。世の中にはカップラーメンよりも、もっともっとうまい食べ物がいっぱいあるんだぞ。2000年3月19日。レス番号176、パイナップル。末の弟が幼稚園の頃、兄弟3人でパイナップルを並んで食べていたら、父が急に泣き出したことがありました。私の父の父にあたる私の祖父は、終戦の前後、ある都市の捕虜収容所に勤めていたそうです。時々アメリカ軍の飛行機が飛んできては、毛布や缶詰などの物資を、落下傘で収容所の近くに落としていくのだそうです。もちろん収容所に勤務する者が、その物資に手をつけるのはご法度でしたが、見つかったら半殺しの目に遭うので、祖父は決死の覚悟でパイナップルの缶詰を持って帰り、自分は一口も食べることなく、全部を7人の子供に食べさせ、それをニコニコと見守って見ていたそうで。父は当時末っ子で5歳。親父は、どんな気持ちでわしが食べるのを見てたのかと思うと、胸が詰まる。と、ぐっときたそうです。もともと体が丈夫でなかった祖父は、3年後、結核で亡くなりました。で、父の還暦のお祝いに親戚が集まった時、ちょっといたずら心が働いて、パイナップルの缶詰をおじやおばたちに出して、お父さんたら泣き虫で、これ見たら泣くしかなんわ、と祖父の話に水を向けると、兄弟みんなが泣き出してしまいました。あんなにボコボコにへこんだ缶詰を抱えて走ったお父さん、どんな気持ちだったんだろうね。とか、学校に行って友達に自慢したくても、お父さんに口止めされてたからできなかったのよ。と口々に思い出話が出ましたが、人の大切な思い出を汚してしまったようで、少し後味が悪かったです。ごめんね、お父さん。大切な思い出にいたずら心なんか働かせて、とすごく反省しました。なんかです。涙がいっぱいです。初めて文章で泣いた。ここっていいとこなんだと今気づいた。2000年3月20日、レス番号182、オムライス。小学生の頃、一人っ子で鍵っ子だった僕の土曜日の昼食は、冷えたオムライスだった。毎週と言っていいほど、ケチャップをつけてラップをかけたオムライスだった。朝から夜まで働き通しだった母が、忙しい時間の合間を縫って作ってくれていたものだ。そんなことはすっかり忘れていた一昨年、私は離婚して一人、今は母だけになった実家に帰った。自暴自棄になり仕事も辞めていたから、実家で数日を過ごした。毎晩黙って酒を煽る私を母は何も言わず、早く寝ろと促すだけで先に眠っていた。
ある日、昼過ぎまで寝ていた私が台所で酔いざめの水を飲むと、テーブルに何かあることに気づいた。作り置きの冷えたオムライス。メモがあって、用事があって出かけるから、これ食べなさい。と書いてあった。私はラップを剥がして、静かにオムライスを食べた。懐かしさと、切なさと、いろいろな感情が混じって湧き出し、オムライスはしょっぱくなった。私はその日、帰郷する支度をして、また一からやり直す、と母に誓った。今はまだ一人だけど、淡々とそれでも楽しく生きている。口に出して言えないけれど。お母さん、私は永遠にあなたの息子です。これがあげずにいられるか。ダメ、人間だもの。水を。2000年3月21日、レス番号188、結婚申し込みの時の料理。眠れなくて、なんとなく覗いたら感動しました。私の食べ物の思い出は、今から10年ほど前のことですが、その頃付き合っていた彼女との思い出になります。遠距離恋愛でもあり、彼女の母親にあまりよく思われてなかった私ですが、正式に結婚のお願いを、彼女の両親に申し込みに行きました。当日、緊張で朝まで寝れなかったのに、ちょっと休憩、と思いうつらうつらしてたら、電話が鳴って、はっとしたらもうお昼。大バカですね。大急ぎで彼女の実家に、約束の8時間遅れで行きました。いろいろと経緯があり、彼女のお母さんに私は好かれてなかったのですが、とてもたくさんのご馳走を用意していてくれました。男の人だからたくさん食べて。とのことでしたが、悲しいかな私は学生時代、減量のあるスポーツをずっとしていたので、大量に物を食べないで胃を小さくする食生活と習慣が身についてて、女性並みの食事量で腹いっぱいになるんです。それに貧乏症なのか、箸をつけて残すということが嫌いなんですよね。ダメですねー。結婚させてください、の返答は、もう少し考えさせてほしい。とのことでした。後で彼女から聞いたのですが、彼女の母親にやはり良い印象を与えられなくて、曰く、男の人のくせに、小食で線が細いね。筋肉質なんですが、男の人は豪快なぐらい食べる人がいい、神経質じゃないの？と言われたそうです。それから1年後、いろいろあって結局彼女とはお別れとなっちゃいました。4年前彼女が結婚すると聞き、お祝いするわけにもいかないので、共通の友人に頼んで、その友人からということで3万円分の、彼女の好きだった花を送りました。彼女には悲しい思い出しか作ってやれなかった悔しさが、今でもふっと頭をよぎります。幸せになっててほしいな、と思ってます。私は相変わらずの小食ですが、それ以来は、たくさんの食事を出された時は、トイレで隠れて、吐いてでも食べるようにしてます。汚くてすみません。せっかく作ってくれたご飯に対して申し訳ないと思うんですが、好意には相手の喜ぶように、と思うようにしてます。少ししか食べれないと分かっていたら、その少しでも、美味しいと食べてくれたら喜ぶ人はたくさんいるよ。今日からもう無理はしないでくださいね。それに無理してたって分かったら、悲しがる人もいるから。あえて、正直に言う勇気も持って。ありがとう。2000年3月21日、レス番号192、おつまみ。いい話ばかりですね。私の両親は6歳の時に別居し、10歳の時に離婚しました。でも、私が幼稚園の年少組の時はまだ両親が仲が良くて、日曜日の夜にはいつも2人で晩酌をしていました。私は9時には布団に入れられるんだけど、晩酌の仲間に入りたくて、喉が渇いたとか、トイレとか、理由をつけては起き出し、おつまみを食べさせてもらっていました。ちくわチーズとかサラミとか大したことないものなんだけど、仲間に入れてもらったのが嬉しくて、次の日いつも妹に自慢してました。今でもおつまみを食べると思い出してしまいます。2000年3月21日、レス番号193、UFO。もう一つ思い出したので、小学校に入った頃から両親の仲が悪くなり、父がほとんど帰ってこなくなりました。ある日、久しぶりに帰ってきた父と母が大喧嘩をし、母が夜中に出て行ってしまいました。不安で私も起き出したのですが、なんとなく喧嘩のことは触れてはいけないように思い、お腹すいたんやけど、と父に話しかけました。しかし、こんな夜中に何言うてんねん。さっさと寝ろ。と怒られ、なんでママが出て行ったん？パパなんか嫌いや、パパが出て行けばよかってん、と言い捨て、布団に潜り込んで泣いていました。しばらくすると、何事もなかったように父が部屋にやってきて、ラーメンと焼きそば、どっちがいいんや？と聞きました。泣きながら、焼きそば、と答え、父と二人で、夜中に台所で鼻をすすりながら、UFO を食べた思い出があります。多分でごめんなさい。2000年3月21日、レス番号194、入眠。おじいちゃんがボケてしまって、もう何年も経つのですが、戦争中炊事担当だったこともあって、よくいろいろ作ってくれたものです。中でも入眠がとても美味しかったのですが、作り方が未だにわかりません。茄子が入ってて、汁気のないドロッとしたやつです。誰か作り方知りませんか？
ちなみに祖父は富山の人です。実家はど田舎なのですが、高校時代帰りが遅くなると、いつもおじいちゃんが、自転車で駅の前で待っててくれました。でも私は恥ずかしくて、無視してさっさと早歩きで帰ってた。おじいちゃんは、その後から黙ってゆっくりついてきてた。小学校の頃は学校から帰ると、冬はストーブの前でパンを焼いたり、豆を煎ったりしてくれたものです。おじいちゃんはおばあちゃんよりも背も低くて、戦争のために耳も遠くてほとんど喋らない。私が朝食の時新聞を独占してしまうので、ずっとチラシを眺めてるような人でした。もう私のこともわかりません。夕ご飯の時に何かしたくて、台所をうろうろして、チャキチャキのおばあちゃんにいつも怒られてたことを思い出すと、懐かしいです。おじいさん、大切にしてあげてくださいね。このスレッドでよくあるように、亡くなってしまってから後悔しないように。2000年3月21日。レス番号196、クリームソーダ。うちの4年前に亡くなったおじいちゃんも、最後の何年かはボケていて、とても悲しかったなぁ。仕事の関係で海外にいたので、最後に会ったのは7年前でした。仕事と酒にしか興味がない祖父でしたが、私とは仲が良かったので、子供の頃から一緒にいることが多かったです。最後に会った時はもうボケ始めていて、とても残念でした。極度のデブ症だった祖父でしたが、私が海外へ行く時は、わざわざ空港まで来てくれました。その時、空港の喫茶店で最後に祖父が飲んでいたクリームソーダは私が注文したものですが、そんなボケてしまって子供のような祖父を見ていると、私は何も言えず、ただとても悲しくなりました。今でも、クリームソーダのあの緑色を見ると、祖父のことを思い出します。昨日まで、あることですごく落ち込んでいたけど、なんか、元気になれました。